アルトゥーナはアメリカ合衆国ペンシルベニア州中央部に位置する都市。人口は四万六千三百二十人でペンシルベニア州では第十一の都市である。ブレア軍一軍のみでなるアルトゥーナ都市圏は十二万七千八十九人の人口を抱えている。アルトゥーナ市は鉄道産業に絡みながら成長し、現在は過去数十年間続いていた製造業の衰退と 都市スプロール現象から立ち直るべく努力している。市は、プロ野球ピッツバーグパイレーツ参加で、AA イースタンリーグのアルトゥーナカーブの本拠地である。また75年以上の歴史があり、テレサ・チューンの指揮する、アルトゥーナシンフォニー・オーケストラの拠点でもある。著名な史跡としては、ホース・シューカーブ、鉄道院記念博物館、ミシュラー劇場、ブレスト・サクラメント大聖堂、 およびジャファモスクがある。アルトゥーナ市には、アメリカ最大級のコンビニエンスストアと、ガソリンスタンドのチェーンであるシーツの本社がある。店舗は、ペンシルベニア州、オハイオ州、ウェストバージニア州、バージニア州およびノースカロライナ州に展開し、アルトゥーナ市とその周辺にも330カ所以上の店舗がある。 2011年4月27日より6月26日までの60日間、映画監督のモーガン・スパーロックと前述の進ツ者が、共同で命名権を取得した上で、スパーロックの最新監督作品の題名から取った、ポン・ワンダフル・プレゼンツ・ザ・グレート・スト・ムービー・エヴァ・ソール・ド・シティを、市の名称としていた。ブレア軍における、アルトゥーナ市の一アメリカ合衆国統計局によると、 アルトゥーナッシの全面積は9.8平方マイルであり、すべて陸地である。アレゲーニー山脈の中にあり、北緯40度30分39秒整形78度23分38秒、北緯40.51083度整形78.39389度、40.51083-78.39389に位置する。 鉄道の町であるアルトゥーナは1849年にペンシルバニア鉄道が工場を置いたことに始まる。1854年2月6日に区として置かれ、1867年4月3日と1868年2月8日に施行された法によって死になった。19世紀には急速に成長し、 1854年の人口2000人から1870年には1万人、1880年には2万人となった。アルトゥーナという名前は、ラテン語のアルトゥスから派生した言葉である。南北戦争の間に、機関車に対する需要が高まって、アルトゥーナ市の成長を刺激し、戦争の後半までに北軍にとって、貴重な都市として知られるようになった。 1863年半ばに南軍のロバート・イーリー将軍が指揮する南軍の北バージニア軍がペンシルベニア州に侵攻した時に標的とされたが南軍はゲティスバーグの戦いで撃退された。市内のローガンハウスホテルで高八次会議が開催されたことでも有名である。ペンシルバニア鉄道が所有する有名な曲線を描く軌道である。 オース州カーブは観光の呼び物になり国指定歴史史跡にもなったこのカーブはアレゲーニー山脈を越えて西に向かうのに十分な高度を上げるために使われその先は鉄の町ピッツバーグさらに西部へと繋がっていた西部への産業動脈であったために第二次世界大戦でアメリカ合衆国に潜入した8人のナチス 妨害工作員の主要標的とされた。これらの工作員は、パストリアス作戦で、ドイツ海軍の U ボートから降ろされていた。20世紀初期、鉄道のアルトゥーナ工場は、最盛期に約1万5000人を雇い、長さ3マイル、広さ218エーカーの敷地に、延べ床面積37エーカーの屋内作業所が122の建物にあった。 ペンシルバニア鉄道はこの工場で自社の機関車の多くを生産し、1946年までに7873両を作った。鉄道は市に大きな影響を及ぼし、市消防局が作られ、病院は工場正門の近くに移転した。今日消防局は65人を雇用しており、ハリスバーグとピッツバーグの間では最大の人員を抱えている。鉄道は 市の音楽隊を公演し、クリケット場を建設した。1853年、鉄道はメカニクス図書館を建設したが、これは国内初の産業図書館となり、現在でもアルトゥーナ公共図書館として残っている。第二次世界大戦後に鉄道に対する需要が衰退したことで、すべてが着実に衰退を始め、工場の大半は廃止された。 前述のローガンハウスホテルを含み、市の歴史の中で貴重な財産も消えていった。アルトゥーナ市は、ローマカトリック教会アルトゥーナ・ジョンズタウン教区の二重拠点の一つである。ブレスト・サクラメント大聖堂が1851年に、セント・ジョンズ教会から市教座聖堂とされ、命名された。新聞、アルトゥーナ・ミラーは、1876年に、ハリー・スレップによって創刊され、 アルトゥーナでも最古のメディアとなっている。今日発行部数は毎日3万2000部であり、日曜版は3万9000部となっている。約1万3000人が毎日この新聞のオンライン版を読んでいる。アルトゥーナ市のレイクモント公園には世界で最古の木製ローラーコースター、ディープ・ザ・ディップスがある。アルトゥーナ市の主な地域としてはダウンタウン・ダッチヒル地区。 イーストエンド、プレザントバレー地区、プランクロード商業地区、ジュニアータ、ローガンタウン、フェアビュー、エルドラド、フィフスウードおよびインダストリアルパークがある。古い地域の多くには、テラスハウスと一戸建てが混じり合っており、それぞれ労働者と監督者の家屋として供された、鉄道の街によくある建物である。アルトゥーナダウンタウン中心にある広場と、時計ダウンタウンは、 アルトゥーナの文化と商業の中心であり、有名な鉄道を挟んでいる。ダウンタウン地区の大半は、国定歴史施設に登録されている。人気ある史跡としては、ミシュラー劇場、ペンアルトビル、ゲーブルズビル、市役所、ブレストサクラメント大聖堂、ジャファモスク及び11番街そのものがある。 大都市の大半とは異なり、自然の境界がないためにダウンタウンの正確な境界は具体的に定義されていない。住民は都市すなわち商業の中心を含むダウンタウンの境界を保守的に定義する傾向にあるが、公式のソースでは高密度及び中密度の地域すべてを含むものとして定義している。一般的な定義では、東西は ペンシルベニア州道764号線から16番街まで、南北は4番通りからペンシルベニア州道36号線までとなっている。時には南が24番通りとその先まで拡張して考えられている。東は3番街に沿って11番通りから19番通りまで広がっていると言われることもある。伝統的な都市によくあるようにダウンタウンは市の中心にあり、 あらゆる方向に重要な開発地を含んでいる。ダウンタウンの商業中心には20世紀の変わり目に設計された多くの多層の住居と商業と混合用途の設備となっており、ビクトリア様式とエドワード・バロック様式とシン・ロマネスク様式の混ざり合った建物となっている。この様式では天井が高いのが特徴であり、同じ階数の建物と比べて、 背が高くなっている。その高い天井は、鈴鹿石膏でできているのが、典型的であり、時にはっつり、天井が使われている。一戸建て住宅はもともと、ペンシルバニア鉄道の監督者や経営者の住居として提供されており、ビクトリア様式あるいは、エドワード様式邸宅に構造的類似性があると認識できるが、大変細く高く建てられており、 隣との隙間もほとんどない。これらは時として2世帯あるいは3世帯に使われることがあり、場合によっては商業スペースに転換された。商業中心の外は多層商業施設、混合用途設備、1階建て商業施設、アパート、集合住宅及び1個建て住宅が混じり合って建っている。ダウンタウンには13番通りと13番街の角に、 あるブレストサクラメント大聖堂、12番通りと14番街の角にある長老派教会、14番通りと12番街の角にある第一ルーテル教会などいくつかの教会があることも特徴である。元はステーションモールと呼ばれたステーション医療センターは多くの古い鉄道店舗の後に1970年代に建てられたダウンタウンのモールだった。ダウンタウンは リトルイタリー地区と呼ばれるものの大半も含んでいる。ラストベルトにある多くの都市に典型的だったように鉄道の経済不況でダウンタウンの史跡的店舗や工場の多くが閉鎖されることになった。同時に起こった自動車の流星によって商業開発の中心は郊外に移った。しかし近年の再活性化の努力によってアルトゥナシダウンタウンはかなりの水準で 経済的活力を維持し、事務所や住居の空室は、ほとんどない。鉄道の軌道にまたがる橋や地下道が自動車道では、なく歩道であることが示すように、ダウンタウンは歩道を施行するようになっている。ペンシルベニア州立大学、アルトゥーナ校は、元のプレイハウス劇場、6階建てのペンファニチャービル、および元手放送局ビルなどいくつかのダウンタウンの、 建物を購入してきた。大学がダウンタウンに入る人の流れを提供しており、再活性化の努力に貢献している。ダウンタウン経済に対する大学の価値を例として、ウルフ裁判所の建物近くにブルーロットを置いたことで、3時間の無料駐車場を提供し、ダウンタウンへの経済的魅力を改善してきた。キャンパスとダウンタウンをつなぐ自転車道が提案されている。 特徴あるがほとんど知られていない事実は、1918年にアルトゥーナのダウンタウンでテキサスホットドッグが初めて作られたことである。ただし、1924年に開設されたニュージャージー州パターソンのテキサスホットドッグがもっと有名である。ダッチヒル地区はダウンタウンの縁にまたがる文京地区近くにあり、東西は6番街と、 週刊高速道路99号線で南北は25番通りとケトル通りで区切られている。ウォルトンアベニューから週刊高速道路99号線までの地域はプレザントバレーとも呼ばれリトルイタリーの一部が含まれている。ダッチヒル地区には多くの歴史的外区や伝統的街角市場がある。アルトゥーナ地域中等学校の建設でダッチヒルの文京地区と ダウンタウンとの間の境界線が次第にぼやけてきた。これは、ダウンタウンの一部ではない4番街まで主なアルトゥーナ、地域分教地区が伸びているからである。しかし、観光に向いたところには、アルトゥーナの初期開拓地域の一部として、歴史的な性格があるゆえに、ダウンタウンの一部として3番街までの、ダッチヒル地区定地で11番通りから19番通りまで、含まれている。 ダウンタウンとフェアビューの境界線は、フェアビューの一部が13番街まで降ったあたりで、人口密度が低く、一方ダウンタウンの18番街まで登ったあたりは、人口密度が中くらいか高い方であるので、いくらかぼやけている。13番街から16番街までは、いくらかの一戸建て家屋があり、16番街から18番街までは、背の高い事務所。 小売り及びアパートを収める建物がある。フェアビューに近いダウンタウンの一部とフェアビュー定地の家屋の多くは、もともとペンシルバニア鉄道の管理者や経営者に所有される中密度の邸宅群である。これを最もよく説明する例として、13番街と12番通りの角にあるペンアルト居住用ホテルがあり、その隣には2個の一戸建て住宅がある。 17番街には逆に多層階の住居と商業の複合ビルがいくつかある。フェアビューはダウンタウンの外に乱すことを期待できる都心の地区と言うことができる。ダウンタウンの一街区はフェアビューに隣接しているのでロワー,ーフェアビューと呼ばれている。工業地区はマーガレットアベニュー、ブロードアベニュー及びビールアベニューに近く17番通りから38番通りの 間の地域に広がっている。工業地区のいくらかは、ダウンタウンの一部とも考えられる。ボイヤーキャンディーズのような歴史的製造設備のゆえに、この名前がある。多くの工場がここにあり、主要工業地域ではあるが、その名前とは異なり、ダウンタウン、ローガンタウン、エルドラド及び、ジュニアータ地区の鉄道沿線に、多くの産業がある。 エルドラドは地元では、エルドレードと発音され、ローガン第2の南と六番街の西にあるアルトゥーナでは、南の地区である。シーツの本社がこの地域にある。一時この地区は、ウェストエンドとも呼ばれていた。奇妙なことにアルトゥーナの北部が、イーストエンドである。これは、街の北端から出ていく列車が、東のフィラデルフィアを目指し、 南端から出ていく列車が西のピッツバーグに向かっていたからである。エルドラドの一部はアルトゥーナの地域外であり、ブレア軍のアレゲーニータウンシップの中に入っている。ローガンタウンはダウンタウンのすぐ北の地域であり、アルトゥーナで最も背の高いビルである、アルトゥーナ病院があるダウンタウンの一部も含んでいる。しかし、ある資料ではこの病院がダウンタウン内に位置し、 四番通りがその境界であるとしている。チェスナットアベニューとウィローアベニューに挟まれる四番通りには住居と商業用途の建物が混在している。ジュニアータ測って別の市だったが1880年代遅くにアルトゥーナに併合された。このことで街路名の付け方が変わることや独自の商業地区があることが説明できる。その商業地区は時として ジュニアータダウンタウンとも呼ばれ、工業地区の29番通りに沿った商業地区やボンセコール病院近くの商業地区にそっくりである。この二つの商業地区はアルトゥーナのダウンタウンのすぐ外にある。街路名の付け方が変わることによる混乱を避けるために、道路名の多くには北を頭につけている。 ジュニアータの L 字型をした商業地区で最も重要な通りは北2番通りである。グリーンウッドは都市型と純都市型の混じった地区であり、ジュニアアータよりも近代的な建物がある。グリーンウッドの境界線として合意されたものはなく、グリーンウッド道路であったり、メイン通りであったり、修道764号線周辺よりも、 都会を外れるイーストエンドの一部を含んでいたりする。グリーンウッドの一部はアルトゥーナの市域外であり、ローガンタウンシップの一部となっている。産業道路2 2十号線沿いに小さなグリーンウッド村の表示があるが、実際には一部がアルトゥーナ、一部がローガンタウンシップとなっている。イーストエンドにはダッチヒル地区の一部が含まれ、一番通りの北では、 すべてのアベニューが頭に東をつけられているので一番通りが境界となっている。イーストエンドはグリーンウッドの密度が低いのとは対照的に驚くほど都市化されて密度が高く一部ではダウンタウンと同じくらいの密度である。アルトゥーナはノーフォークサザン鉄道のピッツバーグ線で主要な中心地である。アルトゥーナでは街の西にある。 ホース州カーブを越えさせるために重い列車には補助機関車が付けられる。最初はペンシルバニア鉄道が建設したジュニアータへ修繕工場施設はノーフォークサザン鉄道の主要な修繕と保守の設備である。通常、1日に60ないし80の列車があるトゥーナを通る。鉄道産業においての歴史的重要度と現在の高い水準の利用度のゆえに 60年間以上も鉄道ファンのメッカになっており、鉄道院記念博物館やホース州カーブは通過する列車を撮影するものに人気のあるスポットになっている。ペンシルベニアン号を多くの貨車が運行されていることに、加えアムトラックのピッツバーグとニューヨーク間の昼、雪長距離列車、ペンシルベニアン号がアルトゥーナ駅に着いた地位置往復停車する。 この列車もホース州カーブを通っている。市内のバス便はアムトランが運行している。2007年、アムトランは州の予算がカットされたために運行に支障をきたした。この年の5月にレンデル知事がアルトゥーナを訪れ、この事態を是正するための計画を検討した。道路は北でペンシルベニアタンパイクと 南で、週刊高速道路80号線とつながる、週刊高速道路99号線が、主要道となっている。アメリカ国道22号線は東西を貫き、直接、ピッツバーグやハリスバーグにつながっている。アルトゥーナ市内の道路は、番号が与えられ、通りは、北西から南東に、アベニューは、北東から南西に走っている。アルトゥーナブレア軍空港は、 商業航空路を提供しており、ワシントンダレス国際空港には毎日数便、ピッツバーグ国際空港には限られた便数で運行している。イタバリー自動車レース場20世紀初期にペンシルバニア鉄道がチェスナットアベニューと七番通りの交差点に大規模スポーツ複合施設を建設した。クリケットを愛好するイギリス人投資家に訴えるためにクリケットフィールドと 名付けられた。クリケットは、アルトゥーナの住民には、人気がないので、その親戚である野球に利用されるようになった。ベイブルースや、ジョシュ・ギブソンのような有名野球選手が、クリケットフィールドでプレーしたほか、多くのスポーツ大会、音楽の競技会、マーチングなどの会場にもなってきた。現在、クリケットフィールドの場所には、広場がある。 1923年から1931年までは、アルトゥーナスピードウェイと呼ばれる全周1.25マイルの板張り自動車レース場があった。アルトゥーナには、教会区のものと公立のもの二つの高校を含む教育体系がある。ビショップギルフォイル高校は、私立の教会区高校であり、9年生から12年生までを教え、プレザントバレー大通り2400にある。 アルトゥーナ地域高校は10年生から12年生を教え6番外1415にある。アルトゥーナ地域高校はビショップギルフォイル高校よりかなり規模が大きく、毎年600人の卒業生を出すのに対し、ビショップギルフォイル高校は100人前後である。ビショップギルフォイル高校の運動競技チームの大半は、ペンシルベニア州学校対抗競技協会の中でも一番。 小さな階級、クラス A になっている。対照的に、アルトゥーナ地域高校の運動競技チームは、最大の階級である、クラストリプル a に属している。この二つの高校は互いに競い合うことは滅多にないが、バスケットバール、バレーボール、テニス、クロスカントリー及びソフトボールの対抗試合はある。アルトゥーナには、ペンシルベニア州立大学アイビーサイドパークキャンパスが、 あり、ペンステートアルトゥーナとも呼ばれている。これは、ペンシルベニア州立大学の中で2番目に大きなキャンパスである。2006年から2007年の学校年度では、約3800人の学生が在籍した。ジョーンズタウンアルトゥーナステートカレッジ放送市場は、全国で101番目の大きさである。以下に、アルトゥーナ市における1860年から2010年までの、 人工水位を表およびグラフで示す。ポール・ウィンター。ありがとうございます。